皆さんこんにちは、プチオタ独身男のマッツンです。今回はラブライブサンシャイン沼津激推しキャンペーンの参加第2弾というわけでスタンプラリーに挑戦したいと思います。スタンプラリーは旅のしおりを購入すると参加できるイベントなんですよね。今回私たちはもう事前に購入してるんですけれども、こちらのね旅のしおり購入するとですよ、なんとアクスタもついてくるんですよ。アクアだけにねっつって。ちなみに前回は沼津激推しキャンペーンの第1弾ということで謎解きのイベントにも参加した動画を配信しているので、ぜひそちらも合わせてご視聴していただけると嬉しいです。あと私たちは今沼津駅の北口にいるんですけれども、どうやら沼津激推しキャンペーンの達成報酬としてこの辺りにですね6月18日からオブジェが設置されるらしいんですよね。なので次に沼津に来るよっていう人はぜひこちらに立ち寄って写真撮影とか記念撮影するのがおすすめかなっていうふうに思います。というわけでスタンプラリー9カ所のコンプリートを目指して頑張っていきたいと思います。まず1カ所目にやってきた場所はプラザベルデです。沼津のイベント会場といえばプラザベルデですよね。アクアのイベントでも何度も使用されたことがある施設なので思い入れがある人も結構多いのではないでしょうか。というわけで早速スタンプの方を回収しに行きたいと思います。いや、今展示場施設の2階にいるんですけど、なかなかどこにあるかわかんないんですよ。いや、あ、なんかでかいオブジェ見えてきましたよ。ちょっと行ってみましょう。パイセン見てくださいよ、これ3年生が揃ったキャラクターマンホールですね。いや最高かっつって。そしてその横にはなんとですよ、セカンドライブで使われたアクア号までありますよね。まあ、個人的に私たちが初めてアクアのライブに参加した時の舞台なのでめちゃくちゃ思い入れがあります。最高かよ。そしてその反対側にはスクフェスのなんかオブジェが飾られてますね。しっかりと撮影スポットというふうに書かれているので、こちらに寄った時はここで記念撮影するのはどうでしょうか。で今回の目的でもあるスタンプラリーがこちらにあるので早速押したいと思います。いい、はい、ここはようちゃんでした。じゃあ1箇所目のスタンプが回収できたので次の場所に向かってようそろー。続いて2箇所目にやってきた場所はビビです。ビビには日本最大級のラブライブ関連の景品が置いてあるサードプラネットに加えてラブライブサンシャインプレミアムショップもあるから沼津に来たらついつい寄りたくなってしまう場所ですよね。今回はスタンプが置いてあるシネマサンシャインの方に行って早速スタンプの方を回収しに行きたいと思います。というわけでビビの4階に到着しました。ちなみに来週から二次学の映画が始まるのでめちゃくちゃ楽しみに待ってます。はい、スタンプラリーはこちらになりますね。ちなみにここの劇場は 4DX らしくてまさに未来面ね。というわけでちょっと黄色で見づらいかもしれないんですけれども、未来面の花丸ちゃんでした。というわけで次の場所に向かいたいと思います。続いて3カ所目にやってきた場所は沼津観光案内所です。今回挑戦中のスタンプラリーについてくる旅のしおりは購入するとこちらの観光案内所でしか受け取ることができないんですよね。なのでほとんどの人はこの場所がスタートラインになると思います。ラブライブグッズも結構たくさん置いてあるので沼津に来たらまず最初に立ち寄っておきたい場所ですよね。というわけで中に入っていきましょう。入り口入ってすぐにスタンプありましたね。こちらではピカチュウのスタンプがもらえますと。ちなみに横には普通のスタンプラリーの方も置いてますのでぜひちょっと合わせて押してみてはどうでしょうか。続いて4カ所目にやってきた場所はヨハネが座店長を務めるヌーマーズことゲーマーズ沼津店です。もうねラブライバーの間では当
たり前の話になってるんですけど、マジで正気かっていうぐらいラブライブを押してくれてるので、沼津に来たらとりあえず寄っておきたい場所の一つですよね。早速もう見えるんですけど、あの現実のヨハネの等身大パネルがありますよ。しかもアイキャンのサイン入りって言って最高かよ。で、この入り口あたりにスタンプがたくさん置いてあるので、早速ゲットしたいと思います。というわけで、座店長ヨハネちゃんのスタンプを回収したので次の場所に向かいたいと思います。続いて5カ所目にやってきた場所はリバーサイドホテルです。通称沼津にある高級ホテル、かっこマッツンシャベがね、本当にホテルの内装がゴージャスなんですよね。場違い感はあるんですけど、実はねラブライバーに優しいホテルなんですよね。どうやらキャラクターたちを祝う誕生日パーティーなんかもこちらの会場で行われているそうですね。このホテルの中にもスタンプがあるので、早速中に入って回収しに行きたいと思います。というわけでスタンプ見つけたので押したいと思います。はい、こちらではリコちゃんのスタンプが取られますと。スタンプラリーの隣にあるのがまさかのラブライブ部屋っていう、はい、このねヨハネちゃんのパネルが私たちを迎えてくれるわけなんですよ。そしてですね、中入ってほしいんですけど、でも本当すごいですよ。もうラブライブのサインはめちゃくちゃ置いてあるし、なんかイラストとかもたくさんあるし、当然現実のヨハネのポスターもあるし、もうね、ここのホテルに泊まってこういう風にラブライブの空間と一緒に味わえるっていうのは最高な気分になりますね。いや満足でした。じゃあ次の場所に向かいたいと思います。じゃあ沼津漁港にあるスタンプを回収しに行きたいと思うんですけれども、沼津漁港はこの竜王の中に入っているので早速行ってみたいと思います。で、一つ注意点がありまして、竜王は入り口が左と右に分かれているんですけど、スタンプがあるのは右側です。何度も言いますけれども、竜王はたったの100円で入れる良心価格。いや今回私たちは入んないんですけどね。あ、スタンプありました。はい、一応こちらに JR 東海とのコラボのスタンプもあるんですけれども、普通のスタンプも押すことができるので、合わせてマニさんのスタンプを押してみてはどうでしょうか。じゃあ私たちは次に向かいたいと思います。続いて6カ所目にやってきた場所は毎度おなじみ沼津魚市場です。前回来たじゃん、もう飽きたって。いや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 、気持ちはわかるんですけども、ちょっと待ってください。なんとですよ、沼津魚市場ではアクアのコースターの第2弾が始まったんですよね。これはね、スタンプを回収するついでにゲットしに行くしかないでしょ。第1弾のコースターガチャは爆死しましたからね。でも私だって毎回そうやられるわけにはいかないですよ。私だって日々成長したねっていう姿を見せていきたいと思います。でですね、実はですね、もう沼津魚市場で昼飯も食べて買い物の方も済んで、もうすでにこちらのコースターの方をもらっておりますので、早速こちらのコースターの開封の儀をしていきたいと思います。今回私たちは前回と同じく7枚のコースターをゲットしています。それでは早速1つ目いきたいと思います。さーて、記念すべき第1つ目はじゃーん、パイセンの推しのカナンちゃんでした。お、ちょっと幸先いいんじゃないですかこれ。パイセンどうですか、感想は。二つ目、じゃーん、はい、やっぱりねルビーちゃんですね。なんだろう、私たちはちょっと1年生に疲れてんのかな。前回もほとんど1年生でしたからね。続いて三つ目、お、じゃーん、はい、マリさんですね。先日お誕生日を迎えたばかりのマリさんです。お誕生日おめでとうございます。続いて四つ目、じゃーん、チカッチ、アクアのリーダーことチカッチですね。お、ちょっともうかなり幸先いいんじゃないですかこれ。続いて5つ目、今のところ被りなしですからね。おっと、ここでまさかの誕生日記念かな、これ
あれ、今回マリさんピックアップかかってましたっけ。さすが、誕生日だからね、仕方ないね、それは。続いて7つ目。あ、ごめんなさい、6つ目。はい、マネちゃんです。いいんじゃないですかこれ。まあ、ちょっとね、ピックアップはかかってたけど、今のところほぼ被りなく来てますからね。そして今回最後となるのが、はい、最後の最後に引き当てました、私の推しのリコちゃんです。可愛いな。というわけで今回の結果は、もう被りは誕生日のピックアップがかかってたマリさんだけで、あとはほぼ被らずに集めることができました。はい、第2弾はJR 東海の制服姿のアクアメンバーがのコースターをもらうことができるので、ぜひ皆さんも沼津魚市場に来たときはコースターの方をゲットしてみてください。じゃあ私たちはスタンプの方を回収しに行きたいと思います。続いて7カ所目にやってきた場所は沼津御用邸です。ここは入場料たったの100円で、美しい日本庭園の景観や明治時代の古風な建物などの雰囲気を楽しむことができるので、個人的には結構気に入っている場所です。今回のスタンプラリーではここも回収場所になっているので、早速中の方に入っていきたいと思います。早速ここの門をくぐり抜けた瞬間からもう雰囲気がたまらないですよね。早速アクアメンバー集合写真のポスターもありますよ。というわけでチケットの方買ってきました。でスタンプがもう入ってすぐの入り口にありますね。というわけで御用邸ではダイヤさんのスタンプがもらうことができます。やっぱりね、古風な感じがダイヤさんとマッチしてていいですよね。まあ、ちょっと中の方ももしかしたら何かあるかもしれないので、紹介できるものがあれば紹介したいと思います。さっき入り口にポスターがあったと思うんですけど、まあ、こちらですね、どうやらですね、このポスター絵が撮影されている場所はこちらになるそうですね。いや、もう本当に見たまんまの風景が楽しめるので、ぜひね、沼津御用邸に来た時はアクアと同じように記念撮影してみたらどうでしょうか。私たちは次の場所に向かいたいと思います。続いて8カ所目にやってきた場所は淡島です。淡島といえば説明するまでもないとは思うんですけれども、内浦地区を代表する観光スポットの一つであり、マリさんが住むホテル小原のモデル地ですよね。あとはカナンの家もあるので、聖地巡礼としてはもちろん、普通の観光に来ても楽しい場所なので、楽しんでスタンプを回収していきたいと思います。で、さっきチケット買ったんですけど、マリさんの誕生日が近いということで、なんとこのバースデー記念ポストカードをもらっちゃいました。かわいすぎかよ、もう抱きしめたい。あと一応この中にスタンプがありますので、押していきたいと思います。早速中入っていこうと思うんですけど、もうね、ニューロマティックセーラーズが流れてて、もうファンとしてはめちゃくちゃテンション上がりますよね。待合室はラブライブ一色に染まってるんですけど、ここにスタンプラリーがあるので8つ目押していきたいと思います。ディープレゾナンス今度は流れてますね。最高かよ。しゃ、はい、8カ所目はカナンです。じゃあね、せっかくなんでチケットも購入したので、アクア号に乗って淡島の方に行きたいと思います。はい、じゃあ早速船乗っていきますよ。お待たせいたしました。やっぱりね、この船の中一面ラブライブサンシャイン一色なんで、もうファンからしたらもう最高ですよね。この辺にね、キャストさんのサインがあったりするんですよ。こっちにも。で、個人的におすすめなのは、まあ、たったの2、3分の乗船時間なんですけど、やっぱりね、外あたりがすごいいろいろ、サインとか景色もいいので、まあ、たった2、3分なんですけれども、淡島に行くときは外でゆったりとしながら船に乗ってみたらいかがでしょうか。というわけで淡島に上陸です。上陸したらすぐにあるのがショップ島太郎さんですね。早速マリさん、カナン、ダイヤの3年生組の等身大パネルがあるので、やっぱりね、記念撮影するしかないでしょ。あー、かわいいな、へそ出しちゃってね。結構
ラブライブグッズもあるので、淡島に来た時はこちらのショップに寄ってみるのもいいと思います。さっきのショップから反対側に歩いてくると見えてくるのがカエル館、まあ、ここがカナンの家のモデル地ですよね。で、この上の方に来てもらうとですね、しっかりとカナンの名前が刻まれているのがエモいですよね。まあ、他にもブルーケーブや淡島神社があるんですけど、ちょっと今回は時間の関係上行けないので、ぜひ淡島に来た時は立ち寄ってみてはいかがでしょうか。私たちは次のスタンプラリーの場所に向かっていきたいと思います。今回最後にやってきた場所は三の浦観光案内所です。今回のスタンプラリーを全て集めると記念品をもらうことができるんですけど、引換所がここの案内所のみになっていますので、スタンプラリーに挑戦するよって人はここがゴール地点になるようにスケジューリングを組んだ方がいいと思います。じゃあ私たちも最後のスタンプをもらっていきたいと思います。というわけで最後はルビーちゃんですね。はい、これで全てのスタンプを集め終わりました。じゃあ中に入って景品の方を交換していきたいと思います。この場所は誕生日が近いキャラのグッズが飾られているよね。マリさんの誕生日が数日前だったので、今回はマリさんグッズが置いてあるんですね。来るたびにキャラが変わっているので見応えがあるな。6月13日、マリちゃん、おめでとうシャイニー。というわけで、沼津激推しキャンペーンのスタンプラリーを全制覇することができたので、全部集めた達成賞をもらうことができました。じゃあね、こういう達成賞をもらうと、記憶にも記録にも残って最高ですよね。スタンプラリーに挑戦すると、ラブライブサンシャインの代表的なゆかりの地を巡ることができるので、ぜひ皆さんも挑戦してみてはいかがでしょうか。というわけで、もしこの動画が少しでも面白いと思っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンの方、ぜひよろしくお願いします。今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。